はい、どうもこんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、5月下旬、6月キャンペーンまとめということで、今回は久しぶりのキャンペーンまとめ動画で,ですね。この動画ではスマホ決済やクレジットカードで行われているお得なキャンペーンについてまとめました。結構ですね、5月後半と6月にかけて、熱いキャンペーンが行われてますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますので、そこだけご了承ください。それでは、行ってみましょう。 ということでですね、今回5月下旬、6月含むまとめということで、これ今出てるカレンダーは5月のカレンダーとなりますので、ちょっと今月はね、こちらを参考にしていただければと思います。で、まず最初は PayPay ペペからですね。PayPay ペペではこちら今現在は PayPay ペペのクーポンが出ております。以前ね、ちょっと動画にもさせていただいたんですけども、こちらかっぱ寿司とか、くら寿司とか、ファッションセンターしまむらとか、デイリー山崎、こういったね、クーポンが出ておりまして、クーポンによっては対象の期間っていうのがバラバラですので、一応今月いっぱいということにはしてるんですけども、クーポンによってはこんな風に6月 13とかも出てますので、こちらねご自身でで使われるクーポンの日程だだけ確認をしてておいてくださいくさ続きましてはこちら。先日動画にさせていただきました、顔とペイペイのキャンペーンですね。一回に税込み1000円以上利用することによって、それで30%還元を受けることができます。上限が2500円までで、8333円分利用すると、こちらの上限に到達するということですね。ちなみにこのキャンペーンなんですけども、 6月の1日火曜日から6月30日までということですので、来月からとなってますので気をつけてください。で、それと併用してこちらの対象のドラッグストアでペイペイジャンボ全額戻ってくるキャンペーンということで、5月の31日時点でペイペイ銀行口座を登録するっていうのが条件となりますので、ここは気をつけてください。で、キャンペーンの期間が6月の15から6月30日までということでございますので、まあ先ほどのね、顔のキャンペーンと合わせて使うのであれば、この15から30の間に、 顔のキャンペーンと合わせて使うのがいいかなと思いますで続きましてこちら本日発表されたんですけども松屋でチャンスペイペイジャンボ1等最大全額戻ってくるキャンペーンということで松屋でもペイペイジャンボが行われますでこちらのキャンペーンの期間は6月の1日から6月の16日まで掲載する条件としてペイペイ残高での支払いを行うことによって ペイペイジャンボに参加できるっていう感じなのでまあ確実にもらえるっていうわけではないのでまあ当たったらラッキーかなっていう感じで参加するぐらいがちょうどいいかなと思います続きまして楽天ペイですね楽天ペイではこちらのキャンペーンが開催中でございます楽天ペイスイカ1周年記念キャンペーンということで楽天ペイのスイカへのチャージ額の最大5%還元というキャンペーンでございますで、こちらのキャンペーンは Android の方のみとなっておりましてもし楽天ペイスイカが初めての方であれば100ポイントもらえてそこからさらに条件を満たすことで最大 5%還元の楽天ポイントをもらうことがで、きますでこちらのキャンペーンの期間なんですけども、今現在開催中でございまして、6月の30日までということでございますので、楽天ペースイカ使われる方はこちらの日程を気をつけてください。続きまして、AAP ですね。 aupay ではこちらのキャンペーンが絶賛開催中でございます。生活応援企画、ローソンで3%還元キャンペーンということですね。こちらのキャンペーンは、1au id あたり1000ポイントが上限となっておりますので、まあ、月にまあざっと33,400円使うことで上限に到達するかなっていう感じでございます。 なので、ローソンで何で決済しようかなって迷った時は、とりあえず AU ペイみたいな感じでいいかなと思います。まあですけどもね、AU ペイの気をつけないといけないところは200円ごとにポイントがもらえるっていう感じなので、そこはご自身で計算を気をつけてください。終了日程はまだ未定でございますので、 まだまだちょっと使えるかなっていう感じです。続きまして LINEPay ですね。先日動画にもさせていただきました。三井住友カードチャージペイ対応記念ということで、LINEPay のチャージペイ支払いで、通常還元プラスアルファで V ポイントが0.5%還元を受けることができるキャンペーンと、そして、あとは LINEPay にクレジットカードを登録することで200円分のリンクリワードっていうものがもらうことができます。 ま、条件はね、今お伝えしたように、対象の三井住友のビザを連携することで、こういった特典をもらうことができます。ですけども、ANA の全兼詞であったりとか、ビザのインペークレジットカード、こういったものは連携しても、キャンペーンの対象外となっておりますので、気をつけてください。こちらのキャンペーン結構長くてですね、今現在開催中でございまして、8月の12日までとなっております。 まだとりあえず連携されてない方はこのリンクリワードをもらうためにとりあえず連携してみてもいいかなっていう感じです。続きまして D 払いですね。D 払いはこちらのキャンペーン開催中でございます。デマイ館 D 払いでプラス20%還元キャンペーンということで、デマイ館で D 払い決済で5000を利用することで1000ポイントの上限に到達すると。 で、今回このキャンペーンで気をつけてほしいのは、デマイカンはデマイカンなんですけども、D 払い専用サイトから決済するというところがポイントとなります。まあ、デマイカンであればね、ポイントサイトを経由したりですとか、他にもアプリで注文することができるんですけども、D 払いの専用サイト、そこからアクセスして D 払いで決済。そしたらこの20%を受けることができるので、ここは間違えないようにしてください。 で、キャンペーンの期間はもうすぐ終わるんですけども、今現在開催中でございまして、5月の23日、日曜日までのキャンペーンとなっておりますんで、まあ今はね、結構ステイホームな感じなので、この機会に出前館利用してみてもいいと思います。 吉野家と D 払いのキャンペーンですね。D 払いの、これテイクアウト限定にはなるんですけども、D 払いの予約注文を行うことで、プラス D ポイント20%還元キャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンの上限は500ポイントとなっておりますので、2500円分を利用することで上限に到達すると。で、このキャンペーンの条件なんですけども、D 払いのアプリ内に予約注文サービスっていうね、メニューがあるんですけども、そこから吉野家のテイクアウトをすること、そして D 払いで決済すると。そしたら20%分の 還元を受けることができますんでなかなかね今僕が住んでる地域は時短営業のお店が結構多いんですけどもこういったタイミングで予約注文サービスを利用すればねスムーズにお会計もできるんじゃないかなという風に思いますでこのキャンペーンなんですけども今現在開催中でございまして6月の6日6日まで開催中でございますので 今回のタイミングで使ってみてもいいかなというふうに思います。続きましてこちら。結構ね、このキャンペーンも熱いんですけども、トヨタウレットのキャンペーンですね。一つ目なんですが、毎日毎回1.5%キャッシュバックということなんですけども、まあ、簡単に言うととりあえずね、このトヨタウレットで決済するごとに1.5%分の還元を受けることができます。普通のね、クレジットカードの1%とかよりももうちょっと高いっていう、いいですよね。で、対象となる決済方法は、トヨタウレットの ID 決済、あとはマスターカードコンタクトレス決済、そしてオンラインショッピング、こういったものが対象となります。 でキャンペーンの期間なんですけども、とりあえず終了日は未定ということなんですが、キャンペーンページを見ると予告なく終了の可能性はあるということでございますので、とりあえずこちらはまあ使えるうちに使った方がいいんじゃないかなというふうに思っております。続きまして、トヨタアルートム2つ目のキャンペーンなんですけども、こちらね、ちょっと動画に紹介迷っていたんですが、 今、e-park、テイクアウトのお支払いをトヨタオレット残高払いで行うと20%が戻ってくるキャンペーンというものになっております。まあ、e-park っていうね、まあ、GoToEat とかで結構使われた方が多かったかなというふうに思うんですけども、その e-park っていうサイトを使ってテイクアウトの注文をすると。で、その注文する際に、事前決済の際にトヨタオレットでの残高払いっていうのが条件となります。 そうすることで20%還元を受けることができるんですけども、このキャンペーンの魅力的なところは、何度でもこの20%還元を受けることができます。まあ、1回の決済の上限がね、5000円までということになってますんで、まあ、1回の決済で25000円分であれば上限のこの1回の5000円までは到達するんですけども、そうじゃなくて、とりあえずね、何回も何回も決済しても、 期間中トータルの上限っていうのがこのキャンペーンに設けられてないのでとりあえず何度でも20%還元を受けることができます。なのでテイクアウトの際にご家族のまあ何人かでまとめて注文して持って帰るときとかもそうなんですけどもそうなったときにこのトヨタウォレットの e パークのキャンペーンっていうのはかなり 強いのかなと思います。まあですけどね、地域によっては結構使えなかったりする場所もあったりするので、そこは結構注意が必要かなというふうにも思っております。で、このキャンペーンの期間なんですけども、今現在絶賛開催中でございまして、とりあえず7月31日までということなんですけども、もしかすると早期終了する可能性もあるというふうに、キャンペーンページに出ておりました。まあ、e-park といえばね、go to eat とくら寿司の無限くら寿司がね、できてたので、ぶっちゃけそんなにまだ知れ渡ってないかなというふうに思っているんですけども、 もしね、利用される方はですね、早めにトライしておくのがありですね。続きましてこちら、ユニクロペイですね。ユニクロペイでは先日ね、動画にもさせていただきました、対象の三井住友カードをユニクロペイに紐付けて決済すると、V ポイントが20%分が還元されるキャンペーンとなっております。こちらはね、対象の三井住友カードのビザ、もしくはマスターカードを連携して、その後にユニクロペイで決済するっていうのが条件となっております。この条件を満たして決済したら、 20%還元がされると。で、上限がね、1000V ポイントとなっておりますので、実際に5000円分利用することで上限に到達します。しかもね、ちょっとここには出してないんですけども、ユニクロペン初めて利用される方は、5000円以上の決済で500円の割引クーポンというのもおそらくもらえるかなと思いますんで、それと合わせて使えばね、結構お得にユニクロでお買い物できるかなというふうに思っております。で、このキャンペーンね、結構短くて、絶賛開催中なんですけども、5月の27日まで開催中でございますので、もしね、 夏用のインナーとか、夏用のシャツとか、そういったものを購入を検討されている方は、早いうちにトライしておくのが、ありですね。ちなみに対象となるカード結構いろいろあるんですけども、ご覧のようなカードが対象となっておりますので、ご自身のカードが対象かどうかっていうのを事前にチェックしておいてください。続きまして、こちら。セゾンアメックスキャッシュバックキャンペーンということで、セゾンアメックス持ってる方であれば、参加できるキャンペーンとなっております。ちょっとカレンダー外すんですけども、こちらがね、一覧で見やすかったので、ざっと出しているんですけども、 ウーバーイーツ、クラ寿司、タリーズ、ゾゾタウン、アマゾン、メルカリスキア、ハマ寿司ということで、キャンペーンの期間はね、とりあえず結構長いんですよね。6月30日とか8月30日ということなんですけども、このキャンペーンに参加するためには、事前登録、そしてエントリーというものが必須となっておりますので、もし参加される方は先にそれを行った上で参加してください。で、おそらく以前動画でもお伝えしたんですけども、アマゾンはなんかちょっと終わってる感じだったので、 他のものはちょっと今どうなってるかわかんないんですけども、もし参加される方はですね、それをチェックした上で参加してみてください。次に、三井住友カードですね。三井住友カードというか、ビザタッチのキャンペーンにはなるんですけども、こちらも先日動画にさせていただきました。ビザのアップルペイ対応記念、最大1000円分がもらえるキャンペーンということなんですけども、アップルペイにね、ビザタッチが対応したということで、キャンペーンが開催されているんですけども、対象となる決済方法は、アップルペイのビザタッチでの決済が必要となります。まあ、ビザタッチでの決済って言って、 でもね、店員さんにビザタッチでお願いしますとかタッチ決済でお願いしますって言っても結構ハテナが浮かぶことが多いのでそのせいは Apple Pay のまあ画面を見せずクレジットでお願いしますっていう風にお伝えしてあとはサクッとねかざして決済するぐらいがいいかなという風に思っておりますてかその方法の方がスムーズに決済できますね で、その決済をして15%還元がされると。で、上限が1000円までなので、実際に6667円分決済することで上限に到達します。で、対象となるカードはね、三井住友カード以外にも ADA のカードであったりとか、ビザラインペクレジットカードが対象となってますんで、もしね、iPhone 持ってる方で、なおかつね、この3種類のカード持ってる方であれば、サクッと設定して参加することができますので、ぜひやってみてください。キャンペーンの期間結構長くてですね、6月の30日までとなっておりますので、ぜひね、この期間にタッチ決済チャレンジしてみてください。 で、もう一つ JCB のキャンペーンなんですけどもこちらもうすぐ終わるキャンペーンなんですがコンビニで ApplePay、GooglePay を使おう今なんだなんとご利用金額の最大20%戻ってくるキャンペーンということで JCB のクイックペイ 間違えた。グイで、決済する、もしくは JCB のコンタクトレス決済を行うことで20%還元がされるっていうキャンペーンが開催中でございます。こちらのキャンペーンは上限1000円までとなっておりますんで、実際に5000円分利用することで上限に到達するという感じですね。このキャンペーン下は5月の31日まで開催中でございますので、まあ、優先順位的にはコンビニで決済するのはとりあえず、この JCB のカードを持ってる方はこちらが優先がいいかなというふうに個人的に思ってます。 で、もしですね、コンビニで買う商品ないとか、いや、高いから買わないとか、まあそういったことあると思うんですけども、セブンイレブンっていうね、コンビニがあるんですが、そこでバナナチ、バラなち、一応最後に日程だけまとめたものがこちらでございます。まあとりあえずね、まあざっとまとめた感じなので、まあ結構バラバラっちゃバラバラなんですけども、優先順位的にはもし JCB のカードを持ってる方はこのコンビニの20%、これが5月31日まで。で、出前から利用しようかなと思ってる方は5月23日ですね。で、ユニクロプレイのキャンペーンはまあまあ終わるのが早いので、こっち こちらも早いうちに取り組んでおいた方がいいかなと思います他のキャンペーンに関してはまだ5月6月始まってからとか6月30とか結構来月までのキャンペーンというのもあったりするのでここら辺はねご自身で計画を組んだ上でどれを使おうかなという風にも考えて参加してみてくださいまあそんなこんなで今回はね5月下旬そして6月のキャンペーンまとめについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました結構ね先月と比較したらもう絶対ね今月そして来月はめちゃくちゃお得な感じ は出てるのでまあ、無理にねお買い物する必要はないんですけどももしこのタイミングで何かここのご飯食べたかったなとかユニクロでこういったものを買いたかったなとかセブンイレブンのバナナチップスチョコをちょっとチャレンジしてみようかなという風に思った方も結構いらっしゃると思いますんでぜひこのタイミングで参加してみてもいいかなという風に思っておりますで、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンクなどに関しては概要欄にリンク貼っておきますんで気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました